別府前は、高知競馬、別府新次旧社所属の騎手。地方競馬共用センター騎手家庭第82期生。別府新次長教師は ZIP。夫は、同じ高知競馬所属の騎手、宮川みのる。2005年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月9日、第10回高知競馬1日目第3競争。毎みかがんばれ特別を、 センターカノンで優勝し、初起場初勝利。2006年8月6日、第8回コーチ競馬2日目第1競争ラ警会、9グミ条件戦をシェアハッピーで優勝し、デビューから460戦目で、地方競馬通算50勝達成。この記録は同期の山本明音の463戦目での達成を上回る現役女性機種在速記録であった。また、 18歳7ヶ月での50勝達成は高橋優子を上回る女性騎手史上最年少記録となった高知競馬で同期の女性騎手に森美香がおり両騎手は初の高知競馬生え抜きの女性騎手である高知競馬史上初の女性騎手は1999年で引退した徳留つきである2006年2007年に開催された レディースジョッキーズシリーズにおいて2年連続で総合2位。2008年は念願の初優勝を飾った。2008年7月19日第6回高知競馬5日目、第10競争第5回トレの賞をロマンタッチで優勝し、重賞初制覇。また、2008年6月より、森井美香と共に、高知のフリーペーパー、勝ち優に、冠コーナー。 ミーマイの競馬野郎ぜが掲載されている。2009年8月9日には、韓国、富山喜び南競馬場で開催された、第1回黒国際女性騎手招待競争に、宮下瞳、岩永千明と共に、日本代表として出場。同年8月7日、富山喜び南競馬場、第2競争で、セオンズ・ジャウンソングに騎乗し、海外初騎乗。 招待競争では4番人気の日本サンバ団番、ゲオナに起乗し7着となった。その後、宮下瞳と,と同様に普山への期間限定起乗を希望したが、高知県競馬組合側の許可が下りず、断念することになった。2011年3月上旬から半年間の予定で、ソウル競馬場で期間限定起乗を行うことが発表され、3月19日から起乗を開始した。 しかし遺跡後早々に骨折による療養を余儀なくされ、ブランクに相当する期間として2012年2月まで、起乗期間を延長した。2014年3月8日、阪神競馬場で行われたチューリップ賞で、中央競馬初起乗、別府神寺の管理場であるクロスオーバーに起乗した。中央競馬の重傷競争で、地方競馬所属の女性騎手が起乗するのは、 新潟競馬所属の山本泉以来15年ぶりに挑め、2019年7月から休業を発表、2020年5月9日に起場を再開した。私生活においては2018年9月14日、同じ高知競馬所属の騎手である宮川実と入籍。入籍による改正で、本名は宮川舞となったが、引き続き騎手登録は別府舞で通す。 ありがとうございます。